関脇東村山チーム柳川志郎さん、はい、中央 A チーム吉田理恵さん、小結東久留米チーム田中保奈美さん、はい、秋下チーム神崎天香さん、土島チーム石井遥さん、日野チーム土井理恵さん、以上8名の選手は土俵に上がってください。あなたは第25回ワンパク相撲東京都大会中
横綱選手に佐田島大会から
回万博相撲東京都大会中央場所、ありがとう、感謝から学ぼう、日本の心において優秀な成績を収められました。よってその栄誉をたたえ表彰いたします。平成25年6月23日第25回万博相撲東京都大会中央場所、大会会長笹島純也、おめでとう。はい。
賞トロフィー賞状が前に見えるようなI'm sorry.
Thank you.
井川道文です。おめでとう。Yeah。
して誠にありがとうございます。選手の皆さん、今日は一日お疲れ様でした。大会が終わって今どんな心境でしょうか。ものすごく緊張した。勝って嬉しかった、負けて悔しかった、いろいろと感じたことがあったと思います。ただ勝っても負けても今日皆さんが体感して得たこの経験は、必ずや皆さんのこれからの人生に大きく役立つ宝物です。この今日得た宝物を決してなくさずに、これからも大切にしていてください。保護者の皆様、我々青年会議所はこの未来を担う子どもたちの健やかな成長を願い、万博相撲を開催しております。青少年の健全育成というこの万博相撲の事業の趣旨にどうかご理解いただき、これからも変わらぬご支援ご協力お願い申し上げます。また今大会は大会スローガンとして、ありがとう感謝から学ぼう日本の心というテーマを掲げさせていただきました。参加選手、保護者、運営スタッフ、この大会に関わる全ての人がお互いを思いやり、お互いを助け合い、お互いを感謝し合える、そんな大会にしたいという我々の思いが込められております。皆様方に今日大会を通じてこの我々の思いを少しでも感じ取ってくださったならば幸いです。そして、本日印刷応援で駆けつけてくださった各地会員会議所の皆様、本日は大会運営にご協力いただきまして誠にありがとうございます。そして審判団を務めてくださった東京都相撲連盟の皆様、それから飲食ブースを出してくださった築地場外市場の皆様、協賛企業の皆様、行政の皆様、この大会を支えてくださった皆様方に心から感謝を申し上げ、私の閉会の挨拶を変えさせていただきます。